い、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、憲兵率の制限がなくなる場合、これをお話しさせていただきます。憲兵率の制限がなくなるってどういうことかというと、簡単に言えば、憲兵率が 100% っていうことです。憲兵率が 100% っていうことは、敷地があった時に敷地いっぱいいっぱい建物を建てることができますよっていうことなんですね。例えば憲兵率の制限がある場合、例えば憲兵率が、10分の5だったとすれば、100平米の敷地に対しては50平米分、半分ですね、半分の面積しか建物を建てることができません。でも憲兵率が 100%、 つまり憲兵率の制限がなくなるっていうのであれば、100平米の敷地に対して100平米分いっぱいいっぱい建物建てていいですよっていうような話になるわけです。で、じゃあどういった場合に憲兵率 100% になるか、つまり憲兵率の制限がなくなるのか、これは大きく分けて3つのパターンがあります。まず1つ目、憲兵率が10分の8かつその敷地が防火地域に設定されていて、で、建てる建物が耐火建築物であったりとか、耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建物、これを建てる場合ですね。こういった場合っていうのは、もう憲兵率の制限がなくなります。で、これはなぜかというと、そもそも憲兵率が都市計画で10分の8って定められた場合、その土地自体もう比較的大きな建物を建てることができる場所なんですよね。もともと10分の8ってことは100平米あったら80平米分使うことができるので、まあだいぶ大きな建物を建てることができるわけですよ。まあ敷地いっぱいいっぱいまではいかないけれども、それなりにギリギリぐらいまではいけるわけですよね。で、かつですね、そこが防火地域に指定されているよと、で、かつ耐火建築物等なのであれば、まあ燃え広がりにくい建物を建てるんだから、たとえ火事になったとしても、まあ大丈夫でしょうと。他のところには、まあ燃え広がらないでしょうっていう話ですね。まあ大体多くが近隣商業地域とか、まあ商業地域ですね。近隣商業地域っていうのは、10分の8って都市計画で定める場合もあれば、まあ10分の6とかで定めるところもあるんですよ。それはもう場所によって違うんですね。都市計画で決めるんですけども、その土地の特性に合わせて10分の8になったりする時もあります。で、10分の8に指定されていて、かつそこが防火地域に指定された、で、かつ建てる建物が耐火建築物等であるのであれば、これはもう敷地いっぱいいっぱい建物建てていいですよっていう話です。で、ここに商業地域も含むって書いてあるんですけども、商業地域はもう建築基準法で憲兵率10分の8ってもう決まってるんですよ。これは都市計画で決めるんじゃなくて、もうこれは法律で決まってます。もう商業地域イコール憲兵率は10分の8って決まってるんですね。だからもう商業地域で、その商業地域が防火地域に指定されていて、そこに耐火建築物等を建築するのであれば、それはもう憲兵率の制限はないですよ、憲兵率 100% になりますよっていうことですね。で、2つ目は巡査発出所、まあ、これ交番です。交番だったりとか公共用の歩道、これまあアーケードって言ったイメージですかね。アーケード、まあ駅前の商店街のあのアーケードって言ったイメージで大丈夫です。で、あとは公衆用の便所、でこういったものについても憲兵率の制限がなくなります。まあこれはもう丸暗記でもいいかなと思います。ここはもう丸暗記で大丈夫です。で、3つ目ですね。ちょっとこれがややこしい部分なんですけども、敷地の周囲に広い公園などの空き地を有する建築物で、かつ特定行政庁が許可した場合、まず敷地の周囲に広い公園等の空き地を有するっていうところなんですけども、ある敷地がありました。で、まあこの土地の周りですね、周りに大きな空き地があったといった場合ですね。公園がこっちにありました、で、こっちは例えば、川がありました、こっちにも公園がありましたとか、そういったところっていうのは火事になったとしても燃え広がるリスクが、まあ、低いわけですね。なので、まあ、そういった場合は特定行政庁が、じゃあここについては特別 OK だよって許可するんですよ。で、許可されたらそれは憲兵率の制限がなくなるよっていう話です。だから単に周囲に広い公園があるから、じゃあここ憲兵率 100%、 憲兵率の制限がなくなるんだっていうわけではなくて、あくまでも特定行政庁の許可がないとダメなんですね。
許可があれば憲兵率の制限はなくなります。で、この特定行政庁が許可をする際に建築審査会の同意を得ます。これどういうことかというと、まあ、特定行政庁っていうのは、まあ、知事とか市町村長って考えていただいて大丈夫です。この知事とか市町村長が許可をするんですけれども、その前に建築審査会っていう役所の中にある建築部門の専門家集団です。専門家集団、まあこれ公務員なんですけども、この人たちが専門家の目から見てこの土地であれば大丈夫だろうっていうふうに同意を得る必要があるんですね。で、得た上で特定行政庁が許可をします。一応ちょっとこの点細かいんですけども頭に入れておいた方がいいと思います。まあ内容的にはそれほど難しくありませんので、まあ何回かこれ動画見ていただいたら、まあ比較的頭に入れやすい部分じゃないのかなと思います。もしあなたが勉強してるけれども実力が上がらない、本試験で思った点数が取れなかったというのであれば、間違った勉強をしているかもしれません。間違った勉強っていうのは丸暗記学習です。単に卓球の教材だけ勉強していたとしてもなかなか理解することは難しいです。理解学習をするにはそれぞれの法律について専門的な本だったり専門的なサイトで調べていく必要があります。面倒ですがそれをやっていかないとなかなか理解は深まりません。結果として勉強はしたけれども本試験で点数が取れない、そのようなことになってしまいます。もし自分自身で調べることができない、また調べ方がわからない、何を調べていいのかわからないという方はぜひ個別指導ご検討ください。個別指導では教材の中に理解すべき内容まで記載しております。具体例だったりイメージだったり考え方だったり理由付けだったり理解するために必要な内容を入れております。またわからなければご質問いただければ解説させていただきます。曖昧な知識では宅建には合格できません。一つでも多く確実な知識、正確な知識を頭に入れていく、これを行っていただければ合格できますんで、勉強するからには絶対合格しましょう。もしあなたが勉強したら勉強した分だけ実力を上げたい、もしそう思っているのであれば、ぜひ個別指導ご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講お待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。